ミーツーのドラキリュウナイト。皆さんこんにちは、シホミンこと吉野シホミです。第34回目となりましたドラキリュウナイト、今回は私一人で頑張ります。シホミン、ミーツーのドラキリュウナイト。この番組はボートレース初心者が女子ならではの視点で船券勝負をしながらボートレースの楽しさを皆様にお伝えしていく番組です。今回私が挑戦するのは第4回ボートボーイカップの4日目です。第10レースから12レースの3レースに挑戦します。実は今回で私が一人で出る回っていうのが最後になります。なので今回でバッチリ勝っていい思いで終わりたいなっていうのがあるので頑張っていきたいと思います。ルールはいつも通り、買い目10点以内、1レースにつき予算2000円でやっていきます。頑張るぞ。それでは10レース予想していきます。10レースは準優になってますね。1号艇深川さん、 A1 1人だけ、これはもういいんでしょう。ただちょっと気になるのが、今日5レースで転覆してるんですよね、深川さんが。これがどうなるかなって感じですね。それまではね、1-1-2-2-2-1って感じで取ってるんで、この調子でいけばまあ間違いないでしょうって思ってるんだけどね。直前情報を見ていきましょう。半周ラップ1位が深川さん、2位が鈴木さん、そして展示タイム1位が、3号で杉山さん。そう、やっぱ地元応援したいなっていうのもあって、今4が来たら5も来るのかなみたいな、そんな感じで、まあ1号艇4号艇5号艇あたりを買っていこうかなと思います。10レース私の買い目はこうなりました。じゃん、もう4、5と共に生きようと思います。はい、1、4前、1、5前とシンプルなんですけども、まあ、配当的にもまあまあ、お得なところだったかなという感じなので、この買い目にしてみました。それでは見ていきましょう。もう全部深川さんだから、あと亀山さんね。亀山さん、浦田さん頑張って。私今日ね、亀にちょっといいご飯あげてきたから、だから亀山さんに頑張ってくれると思う。1番2番3番4番5番6番スタートしました。 1-2 コース先手を取りました。一周1マークインコースから1号艇の深川、逃げを決めるか。そして地元ベテランの鈴木忠義の差し、センターからは3号艇杉山が深川の後ろ外へ持ち出しまして、バックストレッチへ出ています。1号艇深川逃げました。外は3号艇の杉山、この位置からは4号艇の亀山が上がってきていまして、現在3番手外へ持ち出している。6号艇和田が接近してきました。内を回ります6号艇和田ですが、4番手でターンしています。直線コースへ入りました。これから2周目、1-3-4の体勢で入っていきます。スタートは正常でした。 1号艇深川先頭、人気に応える走り、逃げを決めている。リードは4艇身くらい。3号艇の杉山が2番手で1マークを旋回します。後ろは4号艇、さあ追っていって亀山ですが、3号艇杉山2番手をキープ。亀山との差、5艇身差が広がりました。内から2号艇の杉が差を詰めてきました。地元メンバーは3番手争い、先頭2番手は1番深川、3号艇杉山でゴール前、4号艇亀山、そして内からは2号艇鈴木接近してくる。先頭1号艇深川ゴールイン、2着は3号艇杉山、そして4番の亀山が3番手ゴールインしました。2号艇鈴木、5号艇浦田、6号艇和田の順、準優勝戦第10レースでした。10レース結果は1-3-4の960円でした。1はね、行ったんだけどね、ちょっと亀の餌がもうちょっと嫌だったらよかったのかな。気を取り直して11レース頑張っていきたいと思います。それでは11レース予想していきます。11レースも準優になってますね。11レースはですね、まあ、A1 と A2 の選手の争いっていう感じですね。1、4、6が A1 で、2、3、5が A2 って感じですね。はい、1号艇渡辺選手、チルトが0になってます。ちょっと心配なのか、展示がね、めっちゃ遅れてるんですよ。
ちょっと今日は、インにぎ祭りって感じになってるので、まあ、インの渡辺さん買いつつもなんだけど、ちょっと F 持ってるっていうのと、さっきの10レースほどの信頼感はないかなっていうので、3号艇の田添さんのこのモーター53号機って、関谷さんおすすめモーターでもあるので、6号艇山崎さんがこううちに入ってきたら田添さんが角に行くから、ひょっとしたらひょっとするのかなっていうのも含めて買っていきたいなと思います。11レース、私の回目はこうなりました。もう1331っていう感じでね、はい、あのやっぱ3のモーターがちょっといいのかなっていうのと、まあ、あの角に行くのがちょっと気になったのでこんな感じにしてみました。それでは見ていきましょう。新入僕と私もちょっとよく分かんなくなっちゃうんだよね。頭良くないからあれどうなったって未だにねよく分かんなくなる。1番2番6番3番4番5番です。12勝戦11のスタートが切られました。ちょっとどうしたの。4コース角は3号艇田添、5コース4号艇、ね、吉田一郎長崎亮選手コースタート、2コースから2号艇稲川が咲きまくり、内をつく6号艇山崎、3コーススタート山崎が内トップに立つか、ね、6号艇山崎がトップに立つか、ね、一定心リードを取った2号艇稲川は2番手、あとは3艇審査、3号艇田添光介、3番手、6番の山崎が先頭に立っています。2号艇の稲川、2番手で2マーク1いっぱいを狙いますが、6号艇山崎が先頭トップ、さあ6号艇山崎、山崎が先頭、2号艇稲川2番手、その後ろは4艇新くらい切れて、5号艇永田圭司、さらに内からは1号艇渡辺が巻き返してきた。そして3号艇の田添と3艇の3番手争いです。スタートは正常、ラストが4号艇吉田、61.1、62は 114.5 倍となっています。3連単61に 192.9、 621は 276.2 倍、4番手は5号艇の永田、前2人は競り合っていますがかなり差があります。先頭6号艇山崎が回った、1号艇渡辺か2号艇蜷川か、渡辺雄一郎が2番手取り切りました。6126号艇山崎1着、1号艇渡辺雄一郎2着、2号艇蜷川は3着、5号艇永田、4号艇吉田、3号艇田添の順でした。11レース結果は612で19,290円でした。着いたね。渡辺さん最初めっちゃ遅れてる、どうしようとか思ったけど、それで入ってくるんだね。それはすごいびっくりしました。ラスト1レースなので今度こそ頑張ります。それでは12レース最後です。予想していきましょう。12レースはですね、1号艇と3号艇が A2 で他は B1 というような構成になっております。カタカナが入ってるだけで目立ちますね。マイケル、マイケル買いたくなるな。もう名前言いたいだけでね。直前情報は、久田選手が展示タイム半周ラップが赤ついてますね。正直ねこれはね、まあよくわかんないです本当に。イン厚めで、あとマイケルって言いたい船木を1個買っとこうかなと思います。12レース、私の回目はこうなりました。ダダン。わかんないからもうちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、はい、まあちょっと内側厚めな感じと、あとマイコーって言いたい服だけ買ってみました。はい、それでは見ていきましょう。侵入が変わったぞ。おっとマイケルが一番後ろに行っちゃったじゃん。これ 6号艇6コース行っちゃったよ。1番2番3番4番6番5番最終競争、
スタートが切られました。久田さん一周1マーケルから先行争い内から1号艇の久田コースタートになっています。まずインコースから逃げる体勢、センター3コースの3号艇服部はつけまい、2コース2号艇の渡辺武郎を差し、中をつく6号艇の宝田、内から4号艇天野、その外から5号艇のマイケル田代、バックストレッチの中間って逃げまして、1号艇久田リードは4艇し先頭です。2番手争いは混戦となってきた。内からは2号艇の渡辺武郎か、さらに内4号艇の天野が差を詰める、外から3号艇の服部がこの両選手を抑えるか、直線前構成入りまして、外から回った3号艇服部が2番手、1番3番で2周目スタートは正常でした。1号艇久田先頭、リードは3停止、2番手は3号艇服部、あとは3停止に差。3番手争いは競り合いで1マーク、内から6号艇宝田、外は2号艇の渡辺武郎をつけまいです。あとは5号艇のマイケル田代、4号艇の天野順バックストレッチへ出ました。先頭2番手は1番3番久田、先頭服部が2番手、その後ろで6号艇の宝田が3番手、3点審査になりまして、2号艇の渡辺外から打ち切り替え、いやそのまま外を回るか、2マーク差し技か、2号艇の渡辺内をつく、差してきました。直線コースへ入ります。ラスト1周最終周回、1番3番6番ですが、差して2号艇渡辺が差を詰めて、6号艇宝田が3番手、2艇身リード600通過、2号艇渡辺4番手、あとは5号艇マイケル、そして4号艇天野の順で第一段マークです。最終の1マーク136の順で第一段マークを回りまして、バックストレート、2号艇渡辺内をつく、差の方が3艇身4艇身くらいありまして、6号艇宝田が3番手をキープしています。1番3番6番、1番3番6番、最終コーナーを迎えます。13は 2.7 倍、3連打は136ですと 27.3 倍。ラストターンマーク、2号艇の渡辺武郎、最終コーナー内をつく、6号艇宝田が3番手を守った、136でゴール、1着1号艇久田ゴール、2着は3号艇の服部、3着は6号艇宝田です。12レース結果は136で2730円でした。ここにいた、ここにいた、よかったよかったよかった、いやー本当によかった。どうなるかと思ったんですけどね、マイケルさんスタートよかったけどちょっとあれでしたね。いや本当一勝できたんで本当よかったです。今日の結果は3戦1勝ということでね、収支はマイナス540円です。いやちょっとマイナスになっちゃったんですけども、まあ、久々に勝てたし、まあ、今日本当に一人で出てるの最後の回なので、それで勝ててよかったなっていう感じです。本当に、まあ、最後最後って言ってるんですけど、もう一回みーつんと一緒に2人で出る回があるので、その時も楽しみにしてもらえたらなと思います。そっちが本当の最後なので、今日のように優秀の美を飾れるように頑張ります。次節のボートレース桐生の開催は3月6日金曜日から11日水曜日まで、第31回日本モーターボート選手会会長杯3支部ガチ対決シリーズが開催されます。ゲストの皆様の本場へのご来場お待ちしてます。第34回目となりましたドラキューナイト、いかがでしたでしょうか。もしよければこちらのチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、しほみんでした。バイバーイ。